氏がカナダのインビテーショナルを、取りに来てます。今日はマイマイがカメラを回してカナダカップを独占中継します。あ、どうもです。コートでかなり調子良かったですよ。おはようございます。どうぞ一本飲み切ってください。ありがとうございます。これでも一回こうやるとはよやはりここはスイッチからのエントリー。予選第1本目、スイッチからのエントリー。さあ高い、スイッチからのエントリー高いぞ。うん、本番あっちにあるもん。ベストポイント259、ビブナンバー15、浦田よしや。さあ準優勝、ビブナンバー15、浦田よしや。ビッグエア2008優勝者、ベストポイント270。ビブナンバー9、ユウスカ、ラーティハム。さあ、今かつがえて登場、ビブナンバー9、ユウスカ、ラーティハム。今年のフリースキービッグエアチャンピオン。さあ改めてカナダカップビッグエア3位、ビブナンバー8、東山拓実。そして準優勝、浦田よしや。そして今年のチャンピオン、
シュメンバーない優しさ秋原秋原選手には、今大会委員長大和田博士より WSSF こちらの出場権が贈られます。泣いちゃダメだよというささやき声も聞こえますが、カーダカップビッグエア2008年チャンピオン、ユースカ・アキアル選手です。さあまずは優勝おめでとうございます。優勝が分かった瞬間どんなお気持ちでしたか？いや、優勝決まった時そのシャーカー塾のメンバーと一緒にいたんですけど、みんなと一緒に喜べて本当に嬉しかったです。さあ優勝10万円そしてカナダウィスラーで開催されるワールドスキー&スノーボードインビテーショナルの出場権も獲得したわけなんですが、さあカナダどんな風に暴れてきますか？意気込みをお願いします。カナダはウィスラー初めて出場するのは当たり前ですよね。当たり前ですけどいや、とりあえず頑張ってぶち込んできます。はい、では最後にここに集まっている皆さんに向けて何か一言、そしてランネの意気込みでも何でも結構ですので、最後に一言お願いいたします。なんかちょっと言葉が違ってくるんですけど、今まで面倒を見てくれた人々やですね、あと俺をプッシュしてくれた市橋選手、長田選手、津田選手、小山選手とか、もう白川さんとか、本当皆さんありがとうございます。もうはい、わかんないですマジで。来年も頑張ります。さあ今大会のチャンピオン、ビブナンバー9ユースカ秋春。さあそしてもう一度。この入賞者3名に大きな拍手をお願いいたします。いや、秋春上手すぎてちょっと心中穏やかじゃないですね。もうやめてくれって感じで来年が不安です。あ、これ夢で見たことあるお前ジャッジだろいや、もうジャッジしながらもうずっとみんなが家休むために、いや来年こいつと戦わなきゃいけないのかと思うと、もうブルーでしたね頑張って骨直します。お願いします。また来年。